はい、今日もですね、行政書士試験対策始めていきます。今日はですね、商法会社法の中のこの会社法のテーマを少し取り上げていきたいと思います。今の時期ですね、特に民法、行政法、憲法、主要な科目中心に勉強されていると思いますが、この商法会社法ですね、特典源にするのか、もしくはいっそのことも捨ててしまうのか、迷うところがあると思いますが、そのあたりは戦略どう取るかっていうところになってくるんですが、商法会社法ですね、諦めずに、1問でも2問でも、得点源にしていきたいと思われる方向けにですね、今日は会社法の中のよく出題される、テーマですね、ここをお伝えしていこうと思います。具体的には会社設立のパートになります。このチャンネルは私が行政書士試験に合格した経験に基づいて勉強方法などお伝えをしていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきます。まずですね、この会社法、行政書士試験では設立ですね、株式会社の設立のところが過去問でも品質のテーマとなっています。で、まずこの会社法ではですね、4つの会社の形態というのが規定されています。どういうことかというと、1つ目が株式会社、そして2つ目が合同会社、そして3つ目が合資会社、そして4つ目が合名会社ということになります。で、行政書士試験で出題されるのはほぼですね、この株式会社からの出題がほとんどとなっています。一方ですね、この合同会社、合資会社、合名会社、ここのところはですね、ほぼほぼ出題がなしということなので、基本的にはこの株式会社のパートをですね、中心に対策をしていくことをお勧めします。で、今回ですね、お話しするのがこちらの株式会社の設立、会社法特典源に、するということでしたら、この設立のパートはですね、品質テーマですので、ぜひですね、ここは押さえておくようにしましょう。で、この株式会社の設立もですね、もし自分が会社を設立するとしたらどういう手続きが必要なんだろうかというようなですね、気持ちを持って学習すると結構理解暗記しやすいのでおすすめです。ではですね、この株式会社の設立方法としてまずですね、大きく2つあります。で、1つがこの発起設立と言われるもの、これはですね、この発起人のみが出資する形態ですね。そして2つ目が募集設立ということで、これは発起人以外も出資すると、発起人以外からも出資を募集するということで、募集設立というものがあります。まずですね、ここ基本的なところですので、ここは押さえておきましょう。そしてこの発起設立、募集設立で、この会社設立の流れというのがですね、いくつか異なる部分が出てきますが、まずはですね、今回はこの発起設立、募集設立ともに共通の部分、ここについてお話をします。主な共通部分の流れとしては、最初のこの5つのパートですね、ここはですね、共通として同じ流れになります。まず1つ目はですね、この発起人による定款の作成、そして2つ目が交渉人による定款の認証と、定款認証ですね、これを必要とします。そして3つ目が設立時発行株式に関する事項の決定、そして3つ目が発起人の株式引き受け、そして4つ目が発起人の株式引き受け、そして5つ目がですね、発起人による出資の履行ですね、株式を引き受けて、で、実際にその出資をするというところがこの5番目になります。で、この5番まではですね、この発起設立、それから募集設立ともに共通の流れとして進んでいきます。で、この発起人による出資の履行の後ですね、後からこの発起設立とこの募集設立で異なるプロセスが流れていきます。今回はですね、この発起設立と募集設立で、ここから分かれていきますというところで、またですね、それぞれどのような内容になっているかっていうのは別の動画でご説明をしていきます。で、それぞれ発起設立、募集設立、この後ですね、いくつかプロセスがありますが、最終的にはですね、どちらもこの最後は設立登記による会社の成立ということで、この株式会社の設立が完了するということになります。ですので、大きくですね、最初のこの5つのプロセスで発起設立、募集設立によっていくつか違う手続きが出て、最後はですね、
設立登記による会社の成立ということになります。まあ、まずはですね、この株式会社の設立の、まあ、本当にも基本的なパートとなりますが、2つの設立形態がありますと。で、設立の流れには大きくですね、このような共通する部分、それからそれぞれの異なる手続きというのがあるということをですね、まずは押さえていただければと思います。まあ、それではですね、本日は以上とさせていただきます。まあ、今後もですね、行政書試験に必要な勉強方法などお伝えをしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた。